はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ということで、皆さんやっぱり体を鍛えながら適度にねランニングとかしてる人多いと思うんですが、最近やっぱりランニングしてる時に、まあ、よく見るのはこういったもんですよね。こういった腕に巻いてスマホをねこの中に入れて走る人、こん中入れたらね、意外とタートルはですね、走りにくいし、で、結構これずれちゃうんで、まあ、いいよっていう人もいるんですが、タートルはこういったポシェットをね、つけて走ります。で、このポシェットが、まあ、チャックがね、まあ、いくつか、1、2、3、で、内側にもね、チャックがあるんですよ。んで、やはりね、これポシェットって、なんかダサいイメージあるんですが、やっぱりね、こういったやつより、たくさん物が入るし、で、ある程度、腰のベルトをきつくしとけば、走ってもね、全然揺れないんで、実際やっぱりポシェットがね、タートルは走ってる時につけます。まあ、走らない人もね、もちろん、カバンとかね、持ちたくないよっていう人とか、あとは、歩く人とか、まあ、ウォーキングですよね。ああいう人とかも、まあ、こういうのつける人もいるけど、まあ、おすすめはこっち。ポシェット。ポシェットはね、まあ、色によっては、まあ、黒とか、まあ、タートルは青も持ってるんですが、服の色によってはあんまり目立たなくできるし、やっぱり、物がね、いっぱい入る。まあ、財布、スマホ、あとは鍵とかね、まあ、ジュース代とかね、ああいうのが入れれるんで、まあ、ランニングの時には、ポシェットをおすすめします。ということで、このポシェットなんですが、まあ、安いし、説明欄に貼っときますんで、リンクをね。なので、よかったら、ポシェット見てください。タートルはポシェットをおすすめします。今日もご視聴ありがとうございました。